皆さんこんばんは。 C のゆるふわ低音チャンネルの C です。オオカミゲーム前回の続きからやっていきたいなと思ってます。はい、前回が誰、犯人がお医者さんでしたよね。ちょっと日が空いてて名前忘れちゃったんだけど、そしたらね、一応狼は見つけたんだけども、まだまだ、ゲームは続いていくといったところで、続きからやっていきましょう。ちょっと待って、久々すぎてさ、それから数時間後、特に何も起きてはいない。ここに来てからまともに寝ていないせいか、急激な眠気が襲ってきた。俺は周囲を警戒しながら少し眠ることにした。また転校するの？もう僕、友達とお別れするの嫌だよ。パパのお仕事だからしょうがないでしょ。そう、そんな。それでは転校生を紹介します。どうも、はじめまして。皆さん仲良くしてくださいね。はい。それでは1時間目は理科室に移動してくださいね。理科室ってどこだろう？僕が案内してあげるよ。一緒に行こう。ありがとう。あ、今のは夢か。小学生の頃転校した日の記憶。俺がよく見る夢だ。俺はいつまであのことを引きずっているんだ。それにしても今は何時頃だろうか。静かで物音すらしない。他のみんなも寝静まっているようだ。そんな時、最悪なことに尿意がこみ上げてきた。ごめんなさい、笑っちゃったね。俺は物音を立てないようにトイレに行くことにした。俺は周囲を警戒しつつ廊下に出た。ん？なんだあれ。黒い廊下の先にかすかに人影が見える。まさかあれは狼？どうやら向こうを向いていて、こちらには気づいていない。どうしよう、ここは一旦逃げるか。しかし誰が狼なのか確認さえできれば、次の狼裁判で確実に狼を処刑することができる。俺は狼を追跡することにした。狼はゆっくり音を立てないように廊下を歩いている。薄暗くてよく見えないが、左手に何か凶器のようなものを持っているようだ。ギシ。その時、足元の床がきしむ音がした。狼はその音を聞いて歩くのをやめた。やばい。ちょっと待って。足音を立てしまった。どこに隠れる？マジで？わかんない。待って、セーブしたい。ちょっと待って、セーブできない？じゃ、棚の後ろに隠れましょう。俺はとっさに廊下の棚の後ろに隠れた。コツコツコツ。ゆっくりと狼がこちらに近づいてくる。やばい、バレてるのか。コツコツコツ。しばらくすると狼の足跡が止まった。よし、なんとかやり過ごせたか。足が見えてるぞ。どが。次の瞬間、鋭い音とともに頭に激痛が走った。あたりには血が広がった。俺はそのまま床に崩れ落ちて意識を失った。ゲームオーバー？マジか。これね。はい。行きます。俺はとっさに廊下の柱の後ろに潜んだ。俺は必死に息を殺し気配を消した。よかった。どうやら狼にはバレていないようだ。狼は再び暗い廊下を歩き出した。危なかったな。もう引き返した方がいいか。いや、ここまで来たなら、このまま。俺は狼の尾行を再開した。すると突然、狼の歩くスピードが速くなり、廊下の角を曲がった。思わずその後を追いかけて角を曲がった。あら。角を曲がってすぐのところに狼がこちらを見て立っていった。やばい。逃げるしかない。俺は全速力で、暗い廊下を走った。どこかの部屋に逃げ込まないと。早くしないと。このままじゃ殺される。またじゃん。キッチンの方がいいかな。
俺はキッチンに逃げ込んだ。あ、そうだ、下に隠れる場所あるじゃん。そうだそうだ、どこか隠れるところはないか。ここここ確かここ。俺はなんとかキッチンの棚の中に隠れた。ガチャ、やばい、狼がキッチンに入ってきた。コツコツ、これさ、ちょっと前に調べてたんで、多分ね、それでね、いけたけど。やばい、こっちに来る。ガチャ。どうやら手前の棚を開けて俺を探しているようだ。コツコツ。少しずつ私音がこちらに近づいてくる。やばい、どうする。このままじゃ殺される。コツコツ。その足音は俺が隠れている棚の前で止まった。やばい、見つかる。ちょっと待って、なんか全部さ、右側の方が正解っぽい。大声あげようか。わー、俺が大声あげると狼は他の人に見つかるのを恐れたのか逃げていった。危なかった。俺はなんとか殺されずに済んだ。俺はその後一睡もせずに狼を警戒し続けた。数時間後、徐々に全員が起き始め騒がしくなってきた。俺はリビングに行くことにした。みんな、おはよう。あ、おはよう。ウィース。おはよう。みんなの様子を見ると、まだ殺人は起きていないのか。そう思った瞬間だった。キャー！突然悲鳴が聞こえた。誰か殺されたのかな？上の階から聞こえたよね。俺たちは上の階へと急いだ。あ、あれ？ひどい。誰？あー！たくやさん。そこには俳優のたくやさんの死体が転がっていた。ほら、短い生涯だったな。今度はたくやさんか。しかもこの殺し方、顔が原型をとどめていませんね。これは鈍器なようなもので殴られたのか。おやおや、殺人が起きたんですか。それでは今から12時間後に狼裁判を開廷します。それでは皆さん、裁判でお会いしましょう。またあの裁判をやらないといけないんだね。おそらく昨日俺を追いかけてきた狼がやったんだろう。ということは俺がああなっていたかもしれないのか。そう思うと背筋がゾクッとした。そういえばあの狼がつけていた仮面、どこかで見たな。まずは昨日見た狼について調べてみよう。話が進みましたね。選択肢合ってましたね。じゃあ行きましょうか。探索スタート、狼ゲーム2日目ですね。すごい形で立ってると思ったら、弁護士の美穂さんの人形だ。お前の正義は暴力だ。この意味深なメッセージは一体何だろうか。暴力は正義。狼の手がかりになるものを探してここに来たんだが、あの石像見たか。あの医者の人形といい、一体何なんだ。いちいち不気味なんだよ、この施設は。これさ、もう、どうなんだろう。もうさ、石像作ってあるってことはさ、予想ついてるってことなのかな。次この人がこうなってこうなってみたいな。そんなすぐ作れるもんなのかな。今回の狼、マジやばくね。あんな風に殺すなんて、絶対まともじゃないっしょ。そうだね。てか、あんな風に人を殴って殺すなんて、相当な力がないと無理じゃね。確かに。じゃあ今回の狼は男か。まだそうとも言い切れないと思うけど、なんか装置使ったんかもしれんよね。美穂さんの石像の近くに手紙のようなものが落ちている。何が書かれているのだろうか。あなたは自分の利益しか見えていない。なぜあなたはあの男の弁護をしたのですか。あの男は今まで何度も性犯罪を犯してきた最低な人間でした。それにしもかかわらず、あの男があんなに軽い罰で済んだのは、軽い罪かな。あ、罰か。罰で済んだのはあなたがずっと弁護していたからでしょう。一年弱で牢獄から出てきたあの男に私の娘は襲われ、23歳の若さでこの世を去りました。あ、強姦罪ですかね。あの男の弁護をしたのは自分の地位と名声のためでしょう。きっと他にも私のような被害者がいるでしょうね。私たちは娘を殺したあの男と同じくらいあなたを恨みます。
すごい恨みの内容の手紙だな。これは一体弁護という言葉が繰り返し出てきたが、まさか弁護士の美穂さんのことではないな。ないよな。こんなに恨みを持たれるなんて、そんな人には見えなかったけどな。いやー、でも ここに集められた人って何かしらの恨み抱えてる人っぽいよね。あの先生とかね、お医者さんとかね。表紙に星が書かれた本だ。今は本を読む気分じゃないし置いておこう。といるところがいいかな。あのお面はやっぱりあれだ。昨日の夜俺を襲った狼がつけていたものだ。手に取りたいがあれじゃ高くて届かないな。ストーリーが進んだ。これでストーリー進むんだ。キッチン、なんか移動してるね。狼から襲われた時に逃げ込んだ棚田。殺されなくて本当に良かったな。死体の顔、あれだけ殴られていたんだ。何か鈍器のようなものを使った犯行と見て間違いないだろう。しかし問題はその鈍器がどこにあるかだな。彼は狼を見つけるために凶器を探しているようだ。俺も昨日襲ってきた狼のことを詳しく調べてみよう。スキップして、といえ、ちょっと鈍器はないかな。2回行きましょうか。この人ずっとここいるもんね。また人が死んでしまいました。次は私の番かも。そう、そんなことはないよ。とりあえず落ち着かなくちゃ。ありがとう。それじゃいつものおまじないで心を落ち着かせるわ。そう言うとチェイさんは一心不乱に紙に何かを書き始めた。何を書いているんだろう。あまりにも必死で近寄りがたいな。これ以上話しかけるのはやめておくね。脚立があった。これで高いところに手が届きそうだ。何ですか。私が今書いていたもの見えてないですよね。特に見てないですけど。そうですか。よかった。私の勘違いみたいなので気にしないでください。わかりました。一体何のことだ。チエさんはさっと何か紙のようなものを箱に隠した。よほど見られたくないものが入っているのだろう。とにかく今はそんなこと気にしている場合じゃないな。まずは昨日の狼のお面のことを調べるのが先だな。ストーリー進みました。はい。脚立を持って、お面取りに行くと。この人、ちょっと待って。キッチンめちゃめちゃいる。キッチンだっけ、さっきあったの。これさ、どんどん人動くからさ、リビングだっけ？リビング一回取ってからでいいかな？はい、脚立ね。脚立を使って、よし、取れた。やっぱりこのお面、昨日俺を襲ってきた狼が使っていたものだ。ん？裏に少し血がついている。ということは、拓也さんを殺した時も狼はこのお面をつけていたということか。しかし、これだけでは誰が狼かは特定できないな。他にもっと狼が特定できるような情報がないか探してみるか。しかしどこから探せばいいのだろう。狼のお面だ。昨日見た狼がつけていたものと同じだ。キッチンにこの子が来たのかな。リンタロウくんね。美味しかった。あれ、ついさっき料理してなかった。もう食べ終わったの。片付けまで完璧だよ。君も食べたらよかったのに。次の機会にお願いするよ。まあ料理してたってことね。狼の証拠がないかと思って探しに来たけど、何なのこの人形。まるで私たちが死んだ時のために用意されていたみたいじゃない。そっか、みんなの分あんのか。こんなものまであるなんて不気味だよね。そりゃそうか。お前の正義は暴力だ。どういう意味なんでしょうね。人の心理をついているというか、なんというか、何が証拠になるかわからないので、これもしっかりメモしておきましょう。おさむさんずっとメモを取ってる。よっぽど几帳面なんだな。図書室は、この棚には漫画。これ読んだね。ここなんか本だったのね。
移動してきてる。何もしかして私のこと疑ってる？まだ何も言ってないんだけど。それにしても物置から出てくるなんて珍しいね。さあ、さすがに少しは探索した方がいいと思いまして。そうなんだ。意外と真面目だな。そうね、この子が出てくるの珍しいね。この部屋にはハンマーのような鈍器は置いてないな。ハンマー自体この建物の中では見かけてないよね。確かに他に鈍器になりそうなものといえばどこにあっただろうか。これ取れんのかな。これごと殴った、これごと殴った、それ安直かな。女の子ね。何してるの。わあ、君か。急に話しかけられたから驚いたわ。ごめん、何してたの。あ、これ拓也さんの荷物やな、やねんけど、何か証拠がないか探してたんや。何か見つけた？スケジュール帳とかは入っていたけど、狼に関係しそうなものはあらへんな。そうなんだ、教えてくれてありがとう。物が置かれている、確か拓也さんのものだった気がする。触らないでおこう。話したかな。一体どんなバカ力で殴ったらあんなにひどい顔になるんだよ。っていうか、なんで狼はわざわざあんなに顔をめちゃくちゃにしたんだ。お互い初対面だし、恨みがあるとは思えないよな。 100% 殺すため、念のためにあそこまでやったとか。怖っ。もし私とかが狙われたらひとたまりもないな。怖いよね。水槽4回来たことあったっけ。マネキンが置いてある入院患者のような服を着ていて、ネームプレートにはゆうやと書かれている。ゲームの真相にはゆうやが関係しているみたいだが、結局ゆうやについても謎のままだ。お前たちがここに集められたのは偶然ではない、必然だと書かれている。一体何なんだ、どういう意味だろう。俺らはここに無造作に集められたのではない。謎は深まるばかりだな。拓也さんの遺体だ。ひどい状態だよな。狼の野郎も何もここまでしなくても。そうですね。ん？ん？どうかしたか？何か右手の下に落ちている気が。あれはスマホ？ん？本当だ。殴られた顔の方ばかりに目がいて気づかなかったな。あれ？このスマホ画面が割れている。きっと犯人から襲われた衝撃で画面が割れたんじゃないか？なるほど。あれ？これおか、ここおかしくないですか？ん？どこだ？ここで血が飛んだというより血のついた指で画面をなぞったような跡が。ということは傷を負ってからスマホを操作したのか。そうかもしれません。だとしたらスマホの中に何か手がかりになるものが残っているかもしれませんね。なるほど。しかしスマホには鍵がかかっているようだな。待ち受け画面は女性とのツーショットか。おそらく彼女さんでしょうね。さすがにパスワードがわからないのなら中を見ることはできないか。そうですね。パスワードがわかればいいんですけど。何か拓也さんのパスワードがわかるような情報はないかな。スマートフォンに、謎が隠されてると。精神科医サトルさんの人形だ。お前は救えただろ。しかしお前は見捨てたのだ。この意味深なメッセージは一体何だろうか。一緒に書類も置いてある。過剰な薬物投与への注意。ああ、やっぱこれ、その人たちがやったやつどんどん置かれるんだ。患者をしっかりと診察し、適量の薬の投与に心がけること。患者に薬物中毒者が絶えない。特に、米森悟は注意するように。薬物中毒者って書いてあるけど、悟さんが患者に大量の薬を投与していたということだろうか。サトルさんは真面目に医者の仕事をやっていなかったのかもしれない。それにしてもなぜこんな書類が置かれているんだろう。そうですね。ガスボンベが置いてある。特に今は必要ないな。触らないでおこう。この辺。あ、ちょっと待って。パスワードわかんないんで。パスワードは、誰だっけ？教室、なんかめちゃめちゃ探してる？何してるの？君か。何か手がかりになるようなものが隠されていないか探しているんだ。机の下とかに隠してるかもしれないでしょ？そうなんだ。随分念入りだね。拓也さんをあんなにひどく殺した狼だからね。絶対に捕まえたいんだ。
そうだね。でもいろいろ部屋を見たけど、凶器のようなものは見当たらないな。犯人は結構しっかり凶器を隠しているのかもね。とても慎重な人なのかな。慎重っていうと、ちょっと待って、これは誰かの日記かな。帰りたくない、頑張りたくない、もう嫌だ、もう嫌いだ、嫌だ。ところどころ黒く塗りつぶされている箇所もある。表紙にうっすらと「ゆうや」と書いてあるのがわかる。これもゆうやに関することなのか。この日記を見るにひどく闇を抱えているように感じた。ゆうやとは一体どういう人物だったんだろう。こんなのあったっけ、あったんかな。ちょっと待って、一応話すか。美咲さんは水槽を見つめている。水槽がどうかしたんだろうか。そういえば水槽の中が暗いような。水槽の中が暗いと。あ、ちょっと待って。教室じゃないね。どっかに荷物なかったっけ、拓也さんの荷物。これか。見てみよう。そういえば、ここに拓也さんの荷物があったな。少しだけ中を見せてもらおう。これは拓也さんの手帳。あ、彼女さんの写真も出てきた。スマホの待ち受けと同一人物は、12月24日、3周年記念日。12月24日が、2人の記念日なのか。意外と言ったら悪いが、とても彼女を大事にしていたんだな。他に特に拓也さんに関する情報はなさそうだ。拓也さんと彼女との記念日は12月24日らしい。じゃあそしたらもうこれ暗号そうなんじゃないの。いいかな、解いちゃって。そんな安直で行く、そんな安直でこれにしようか。はい、オッケー。拓也さんの彼女との記念日12月24日、つまり1224がパスワードだったんだ。さて、スマホの中を覗いてみるか。スマホのパスワードを解くとカメラアプリが立ち上がっていた。ということは写真を撮ったということか。写真の一覧を見てみるか。これは狼の写真。狼のお面が写っている。俺を襲ってきたやつと同じだ。やっぱりあいつが狼で拓也さんを殺したんだ。凶器が分かれば重要な証拠になりそうなんだけど、写真には凶器がぼんやりとしか写っていなくてよくわからないな。何の形これ。鏡、なんかイカ、スルメイカに見える。凶器は結構大きいのか、細かくはなさそうか。いや、これじゃ凶器が何なのか全然わからないな。でもこれはかなり重要な手がかりなんじゃないか。証拠としてしっかり取っておこう。とりあえず遺体からはもうわかることはなさそうだな。他の部屋で気になるものがないか探してみるか。拓也さんがスマホで狼を撮影していた写真だ。お面は写っているが武器はぼんやりしてわからない。何で殴ったんでしょうね。なんかいろいろと移動してる。植物室にこの人来た。あの水槽来た時はライトがついていたよな。なんでライトが消えてるんだ。確かにそういえば水槽が真っ暗だね。どうしたんだろう。近くでよく見てみようか。この水槽いつの間にライトが消えたんだ。うちが見た時はすでにライト消えてて、なんでやろう。水槽のライトが割れているみたいだな。なるほど。どうしてそんなことに。誰かが何かしたということやろうか。それはわからない。でも何か狼につながる証拠があるかもしれない。水槽の中をよく見てみたいが暗くてよく見えないな。どうにかして水槽の中を確かめることはできないか。ライトが、飛び散って割れている。まあ、この中に、この中になんか武器じゃなくて証拠あるんでしょうね、きっとね。また戻ってきたね。占いの結果が出たわ。今回の狼は森美咲さんね。私の占いは 100% 当たるのよ。今回の狼は勝っちゃった。ちえさん本当に変な人だな。なんかさ、あの警察の竹尾さん、私のことをすごい目で見てくるのよ。そうなんですか。ちょっと気持ち悪いわ。
この状況で武雄さん、真希さんのこと好きになっちゃったのかな。まさかそんなことはありえないか。女性の中だったらやっぱり真希さんか。いや、でもな。真希さんがどうかしたんですか。あ、いや、なんでもないんだ。気にしないでくれ。女性の中だったらやっぱり真希さんかと言っていたな。武雄さんなんか怪しいな。怖いね、その。女性の中だったらっていうのが怖いよね。座ってるね。今回の犯行は男と分かれば狼候補から外れて探索もしなくて済むな。まだそう決まったわけじゃないよ。いやいや、男で決まりっしょ。寝て体力温存でもしとこ。リスさんは狼は男だと決めつけて余裕そうだ。男である俺は油断ならないよな。ちゃんと狼を特定できないと自分が疑われる可能性もあるよな。そうだね。え、結構難しい？次何をすればいいんだろう。忍太郎はよく眠っていて起きそうにない。こんな状況でよく爆睡なんてできるな。個人的にこの人なんじゃないかな、今回は。違うかな。証拠全然集まってないね。前回の凶器が刃物ではなかったということもありますし、今回も本当に鈍器で殴られて死亡したのか確認しているところです。狼を見つけるにはいろいろな可能性を考えなければいけないですね。おさむさんは死体を細かく調べているみたいだ。俺も水槽を調べて証拠がないか確認しないと。でもさ、水槽そのまんまなんか壊れてんじゃなかったっけ。予備のライトを探してみよう。予備のライトってさ、どこにあるんだろう。うん、なんとも言えないな。中で泳いでる魚が飛び出したっていう可能性も。コウさんがこの状況を何とかしろとこちらに目で訴えかけている。本気で推理しているんやけど。俺は他の部屋に探索に行ってくるから水槽のことは後で教えてくれ。頼んだぞ。わ、分かった。予備のライトってあ、ここ、この部屋にも水槽がある。あ、このライト、これならあの植物室の水槽にも使えそうだな。外して持っていこう。やっぱ最初の頃よりちょっとずつね。あの人いなくなったね。持ってきたライトを水槽に取り付けた。ありがとう。よし、これで電気がついたね。あれ、岩の一部に魚が集まってる。なんだろう。岩を取り出して見てみるか。俺は水槽の中に直接手を入れた。うわ、危ない。なんだこの凶暴な魚は。あ、気ぃつけや。うちもさっき気づいたんやけど、ここの水槽の魚全部ピラニアちゃんやねん。ま、マジか。早く言ってくれ。ピラニアちゃんは肉食やから君の指に反応したんやね。でもなんであそこだけあんな集まるんやろね。何かあるのかな。ピラニアちゃんの、注意を引いたら何集まってるか見れるかも。どうにかできないか。うち何か探してくるよ。俺も探してみようかな。凶器は結局何なんだ。俺はこれといって確かな証拠は見つけれないな。このまま、狼裁判を迎えるのは少し不安だな。俺も狼を特定できるような証拠はまだ見つけられてないです。もしかしたらあの水槽が何か証拠につながるかもしれない。早く美咲さんのところに向かおう。あ、ちょっと待って、肉って言ったら調理キッチンかな。あ、肉あったわ。はい、ほら、こんなもの見つけたで。鶏肉？そう、これであのピラニアちゃんたちをおびき寄せよう作戦だ。いいね。はい、じゃあ切るからお皿持ってきて。うんうん。料理よくするのかな。すごくテキパキとした包丁さばきだ。はい、できたで。じゃあうち先に水槽戻ってるから、君も早起きてな。足早に美咲さんは水槽に向かった。すごくいい子だよな。この状況において美咲さんは俺の癒しかもしれない。もうちょっと証拠集めたい。怖いな。今回のあの撲殺のされ方から察するに、狼は男と思っていいかもね。私もそう思うよ。やっぱりそうよね。
あんな殺され方、もし自分が狙われていただと思うとゾッとする。もしかして狼は警察の竹雄さんなのかしら。え、どうしてそう思うんですか。あのね、私の勘違いかもしれないけど、実は竹雄さんにすごい見られている感じがして。え、何それキモ。まあ理由はわからないんだけど、何かすごい不自然に私のこと見てくるんだよね。私何か知らない間に恨みでも買っちゃったかな。さあな。でも警察のおっさんが怪しいことに変わりはないな。いや、これもさ、その力強いっていうところで男に目向けさせているけど、女っていう可能性もうこれ以上探索しても意味なさそうだ。どうせ犯人は男だし、ここで休んでおいて損はないな。いや、まだ男って決まったわけではないと思うけど。チエさんは集中して本を読んでいるみたいだ。邪魔しないでおこう。これさ、現場はかなり血が飛び散っているようでしたから、殺した狼にも返り血が飛んでいるのでは。でもだとしたら狼はそれをどうしたんでしょう。もしやそれを狼を暴くヒントになるのでは。ちょっとメモに整理してみます。まあそんだけ顔面ぐちゃぐちゃにしてたら返り血も飛ぶよね。ねえ君聞いてよ、コウ君が僕が狼だって決めつけてくる。そうなの。何を考えているかもわからないし、一番怪しいだろ。僕めっちゃ疑われてる。ショック。こいつはどこからどう見ても怪しいな。そんなことないよ。僕のどこが怪しいの。ここにいる男の中で唯一お前だけ探索をしていない。俺が思うに今回の狼は殺し方から見てきっと男だ。だから怪しむのは当然だろう。ひどいな。狼じゃないのに。ピラニアちゃんはあの岩に集まっとったんやね。でもあの赤いシミはないやろね。なんでここ来たんだろうな、この人な。あれ、なんか竹雄さん服装変わりました。え、いや別に。なんだ、俺の気のせいかな。竹雄さんなの。竹雄さん、あ、とりあえずもう調べれないから、どっちにしろこんなんでいいのかな。じゃあいっか、行きましょう。狼サイバー開始します。いやちょっと証拠少ないのかな、これ。多いのか分からんけど、行くしかないよね。証拠少ないのかな、これ以上出るのか分かんないんですけど、とりあえずやりましょう。狼による殺人後12時間が経過した。今から狼裁判を開廷する。狼に関する証拠は見つけることができたでしょうか。1回目は見事な推理で狼を炙り出しましたね。また今回も皆さんの見事な推理を期待しています。狼を処刑することができたら次の脱出の扉が開く。次こそ本当に外に出れるかもしれません。それでは第2回狼裁判開廷です。なんで受けましたね。狼裁判開廷です。今回殺されたのは俳優の拓也さんだ。彼は何かで殴られて殺されていた。殴った後の血はかなり飛び散り部屋中に飛んでいた。このように激しい現場にもかかわらず目撃者は誰もいないんですね。さらに犯行に使われた凶器も未だに見つかっていないというわけだな。てかさ、殴って殺したんでしょ。力が弱い女には無理じゃね。この時点で狼は男で確定でしょう。その通りです。
女の私たちに男を殴り殺すような力があるように見えますか？それは確かにそうですけど、だからといって狼は男と決めつけるのも少し強引ちゃう？確かにそうだよね。何か道具を使えば女の子でもこれだけのことができるかもしれないよ。道具かハンマーのような手頃な鈍器が建物には見当たらなかったな。俺も結構探したがそんなものはなかったな。俺も見つけてないな。あのさ、私もか。狂気の話とは少しずれるんだけど、実は昨日の夜大変なことがあって。これかな？狼を見た。狼の核心に迫った。実は昨日の夜、狼を見たんだ。え？マジ？というか、狼に追いかけられて殺されそうになったんだ。それは本当？本当だよ。嘘でわざわざこんな怪しまれるのこと言ったりしないよ。怖ーい。じゃあ、あんた誰か狼って知ってるってこと？いや、狼は仮面とフードをかぶっていて、誰かはわからなかったんだ。マジかよ、使えねえ。すまない。でも、もう一つ見せたいものがあるんだ。これなんだけど、これは狼が写った写真？決定的瞬間やな。こんな写真どこから？実は殺された拓也さんのスマホの中を調べたんだけど、そこに写ってたんだよ。おそらく拓也さんは殴られた後、やっとの思いで後ろ姿を撮影したんだと思う。え、すごい証拠じゃん。この狼がつけている仮面ってリビングにあるお面でしょうか？うん、それも調べたんだけど、お面の内側に血がついていたんだよ。間違いなく狼が使用したんだと思う。恐ろしい。でもこの写真だけじゃ何とも言えないね。確かに凶器みたいなものがぼんやりと写っているが、何かは特定できないな。あんたは追いかけられた時に凶器を見なかったのか？凶器らしきものは。凶器は持ってなかった？あ、違う！マジで？よく見えなかったか。え、ちょっとギア角度回復したい。凶器は暗くて見えなかったか。あ、そういうことですね。ギア角度の回復とか必要なんですね。ああ、承知。はい。暗くてよく見えなかったんだ。さらに無能。まあまあ、命が危ない時に落ち着いて相手を観察するなんて難しいよね。そしてその後どうなったんだ？なんとかキッチンにある棚の中に逃げ込んだんだ。そして大声を上げたら逃げていったよ。じゃあ実質そこで得られた手がかりはゼロということ？まあそうなるね。今回は派手な犯行の終わりになかなか手がかりが見つからへんな。手がかりになるかわからないが、遺体の近くで気になるものを見つけたんだ。お、何を見つけたんだ？これなんだが、これは何かのかけらですね。石ころみたいやな。でもなんで石ころが部屋の中に落ちてたんだろう。もしや凶器の一部とか？ん？このかけらの色、どこかで見覚えがあるな。そうだ。これは確か、水槽ですね。これですね。はい。いけー！そうだ、水槽の中の岩と同じなんだ。水槽の岩？うん、植物室の中に大きな水槽があっただろ。あ、そういや、そういえばその岩に気になるところがあったんや。気になるところ？うん。実は水槽の岩に変な色のシミがあったの。しかもそれに水槽の中のピラニアちゃんたちが群がってた。え？ということは水槽の中の岩が凶器ってこと？多分やけど、現場に同じ岩のかけらが落ちていたならかなり可能性は高いよね。確かにこれはどう見ても同じ岩ですね。じゃあ狼は水槽の中の岩を使って拓也さんを殴り殺したのか。そして殺害後また水槽に岩を戻した。なるほど。っていうかさ、あんなでかい岩私とか絶対持てねえ。じゃあこの時点で私狼候補外れていいっすか？確かにこんな重たい岩で相手を殴り殺すなんて女には無理だね。確かにそうだな。
じゃあ狂気は水槽の中の岩、さらに狼は男という話で線で話を進めようか。それで問題ないだろう。でも狂気が分かっても誰が持ち出したのかまでは分からないね。今回の殺人は特に情報が少なすぎますね。とりあえず男性の中からランダムで誰かを処刑にするというのは怖いな。おいおい、イカれてんのは見た目だけにしろ。ひ、ごめんなさい。でもさ、これだけ激しく殴られたわけでしょ。しかも部屋の中にはかなりのたくさんの血が飛び散った跡があるよね。確かに部屋にはたくさんの血が飛び散っていった。ということは、これだね。え、狼も相当な返り血を浴びている。え、これさ、でもそんなにいいのかな？スムーズにいっちゃって。部屋にはたくさんの血が飛び散っていたなら、狼も相当な返り血を浴びたんじゃないかな。その通り。帰り血を浴びた狼はその後どうしたんだろうね。体についたら洗えばいいけど、服についたら血って取れにくいって言うよね。忍太郎の言う通り、狼は相当な帰り血を浴びたはずだ。ん？そういえば改めて男性陣を見てみると何か違和感を感じるぞ。こうかな。グッドセレクト。服が変わった。え、今回刑事さんなの？竹尾さん。なんだ？上に着ていたシャツが変わっているようですけど、どうしたんですか？これは？あ、そういえばおっさん服変わってんじゃん。全然気づかなかった。確かに、そう言われてみれば。なるほどね。確かに竹尾さんは白いシャツを着ていたよね。これは部屋で寝ていたから暑くてかなり汗をかいてしまって、それで気持ち悪くなって脱いだんだ。じゃあその脱いだシャツはどこにあるんだ？ああ、シャワールームに干してある。確認してもらえばちゃんとあるはずだ。え、でも、シャワールームにシャツなんてなかったです。どういうことだ？ごめんなさい、私ここに来る直前にちょうどシャワールームに行ったんです。嘘つくなよ。俺は確かにあそこにシャツを干していたはず。すいません。でも嘘じゃないです。そんな。ねえ、竹尾さん。中に着ていた白いシャツ、何か僕たちに言えないような状態になってるとか？シャワールームになくてもきっとどこかにあるはずだ。何わけわかんないこと言ってんだよ、さ。明らかになんか嘘ついてるでしょ。それとももう処理しちゃったとか。そんなことしてないぞ。そういえば、実は昨日の夜こんなのを見つけたんでした。これは、何かの燃えかすだね。白い布。これって竹尾さんのシャツじゃないかな。なんだと？そんなはずない。これをどこで手に入れたんだ？昨晩キッチンに行った時に少し部屋が煙たかったんです。何かなと思い煙の原因を調べたらこの燃えかすが床に落ちてたんです。ははん。名探偵私、気づいたかも。あんた証拠隠滅のためにシャツを燃やしたな。違う。きっと、狼が俺をはめるために、俺のシャツを盗んで偽装工作したんだ。苦しい言い訳をするな。違う、本当に俺じゃないんだ。くそ。わかった、本当のことを言うよ。え？実は、俺は昨日の夜服を盗まれたんだ。は？何突然言い出してんすか？嘘っぽい。さっきと言ってることが違うね。違うのはすまない。さっきのは暑くて脱いだというのは嘘なんだ。なんでそんな嘘を？何か言いづらい理由で脱いだとか？まあそんなところだ。いい加減何が言いたいんだよ。もうこのままこいつが処刑でいいっしょ。ちょっと待ってくれ。実は昨日の夜手紙をもらったんだ。手紙？え？どういうこと？その内容がいわゆる女性からの夜のお誘いの手紙だったんだ。はぁ？そう、そんなハレンチな。この状況でそんなの引っかかるとか、本当？恥ずかしい話だが、この状況でも性欲あるとか、おっさんたくましい。ぐっ。そしてその手紙にはシャワーを浴びて待っててねって書いてあったんだ。だから俺はそのシャワーを浴びて待とうとしたんだが、シャワーを浴びている最中、誰かの気配がしてシャワーから出てみると、自分の服とその手紙がなくなっていたんだよ。これが俺の服がなくなった全容だ。打ち明けるのが恥ずかしくて嘘をついてしまった。
が、俺はそうやって服を盗まれたんだ。だから俺の服を盗んだやつが犯人だ。ねえ、そんなこと本気で信じると思ってんの？その手紙が本当に存在する証拠もないんだろう。本当なんだ、信じてくれ。とっさに思いついた作り話にしてはよくできていますが、確かに落ち着いて聞くと超嘘くせえ話だよな。証拠がないならその話を信じるのは難しいな。俺は上手に嘘つける人間じゃねえよ。本当だ、信じてくれ。狼は俺の罠にはめられたんだ。そう言われても、この状況なら竹雄さんが狼だと考えるのが自然だよね。これ以上議論の余地があるかな。そんな本当に違うんだ。俺は神に誓って狼じゃない。頼む、俺を殺さないでくれ。本当に狼は竹雄さんなんだろうか。俺が昨日見た狼と比べると何か違和感を感じるぞ。もう一度落ち着いて考えてみよう。どこが気になる？待って、わかんないわかんない。あ、ここじゃない？右利き、左利きなんじゃないの？昨日、俺を追いかけてきた狼は左手に凶器を持っていた。でも、竹雄さんは右利きだよね。ちょっと、いいかな。なんだよ。昨日の夜追いかけてきた狼は左手に凶器を持っていた気がするんだ。でも竹雄さんは右利きなんだ。そうだ、俺は右利きだ。だから俺は狼じゃない。本当か？お前暗闇で追いかけられたんだろ？証拠あるのかよ。証拠は俺の記憶でしかないけど、スマホの中の写真を見てもどちらの手で持っているかまでは判断できませんね。じゃあ頼りになるのはあんたの記憶だけかよ。そんなんで信じられるかよ。ちょっと私もそれは信じられないな。おい、頑張れよ。お前が頑張らないと俺が死ぬんだぞ。早くみんなに説明してくれ。必死に思い出そうとするが何も思い出せない。もうここまで証拠は出揃ってるんだから、おとなしく竹雄さんを処刑するのが良くないですか？そうだね。正直竹雄さんの言い分を信じるのは難しいしね。そうやな。じゃあ、決まりだな。やはり俺の勘違いだったんだろうか。そんな。それでは処刑対象が決まったみたいだな。ダメ？どうなの？狼確定？いいの？なんか見落としてる？やばいやばい。それでは皆さん、今回の処刑対象は小島武夫でいいですか？早く処刑しましょう。本当に俺じゃない。信じてくれ。これは全員で推理しての結論だ。そんな、俺は本当に何もしてないのに。なあ、お前もそう思うだろ。お前は昨日狼を見たんだろ。俺は狼じゃないよな。それでは処刑を開始する。今回も警察らしい処刑法を用意したので、ぜひ楽しんでください。嫌だ、こんなこと。それでは処刑を開始します。嫌だ。証拠足んなかった？なんか腑に落ちないんだけど。これ。他にルートあったんかな？でもさ、結構探したよね。何が違った？利き腕が違った？だってこれ絶対もう死んじゃうじゃん。いやー、痛そう。これやばい。処刑完了。
無事処刑が完了しました。ひどい。でも人を殺しちゃうんだった殺しちゃったんだから自業自得だろ。やはり警察といえど自分の命が大切だったんでしょう。俺たちの推理により警察官の武雄さんが処刑されてしまった。本当にあの武雄さんが狼だったのか。俺が最後に感じた違和感はただの勘違いだったのだろうか。これそれでは皆さんお待ちかねの答え合わせです。今回処刑した武雄さんの正体は、何がいけないの。こういうストーリー。羊でした、残念。外しちゃったの。マジ。じゃあ私たち無実の武雄さんを殺してしまったってことですか。そうだ。ち、武雄さんに悪いことしちゃったね。でも狼裁判では彼が怪しかったよね。はい、それは全員が納得していると思いますが、やはり俺の感じた違和感は正しかったのか。裁判の時なぜ引き下がってしまったんだ。俺が諦めずに議論をしていたら結果は違っていたかもしれない。残念ながら狼が勝利したため今回は脱出の扉は開きません。そんな、それがここのルールですから。羊を処刑しても脱出の扉は開きません。狼も生きてここから出るためにバレないように羊を殺そうとしてくる。そのためにいろんな工夫をするのが普通だろう。今更遅いが、あの燃やされていたシャツも狼が俺たちを誘導するための罠だったんだろう。武雄さんになんて申し訳ないことを。このルールならこういうことが起きてもしょうがないだろう。ごめんなさい武雄さん。私心から反省しているわ。落ち込んでも何にもならん。さっさと次の狼を決めて脱出の扉を開くしかないだろう。その前向きな心いいですね。それでは早速次の狼を決めましょう。皆さんカードを引いてください。はい、羊でしょ。ちょっと待って。マジでこれランダム？本当に？これなんか誰かを殺したらとかになるのかな？うわー。ということでこの続きはね、次回ね、お楽しみにしててください。まさかの、武雄さんをね、まぁ、ちょっと証拠不足で殺してしまったと。で、羊だったんですね。ってことは、まだ狼がいたと。で、今度、じゃあ、狼決めて、やりましょうってやったら、自分が引くとね。はい。っていうことで、次回もね、ちょっと、取れたら取りますんで、次回もね、ご視聴の方、よろしくお願いします。バイバーイ。